おはようございます。最高のロケーションでまたまた目覚めました。この広い駐車場で車中泊、我が家だけ贅沢。気持ちのいい朝ですね、妻。そうですね、すごく気持ちがいいね、うん、湖畔ってやっぱずっとリゾートビーチっぽくって、うん、いいね。田沢湖、水深 423.4 メートル、水深海面下の深さなんと日本一。へー、深ーい。さあ、今朝の湖はここだ。てってれー、最高に気持ちいいです。さて、今回のお手洗いはこちらですね。隣の駐車場になります。トイレはここ、すごく綺麗。ウォシュレットがついてるトイレで、朝の6時には清掃してくれるので、もう一日中綺麗に使わせていただけます。仲良し兄弟、相変わらず仲良く寝てます。よし、準備できました。今日はサーフタイム、湖サーフです。はい、それでは今日はサップ大会行ってみよう。小鳥さんは今日は待機ということでね、うまく日陰を探して休憩してください。あー、ぬるい。では行ってみましょうか。まあ、いいよ、乗っかってみ、乗っかってみ。ほんで座ったままでいいよ。座ったままで焦げる。そうそうそう、母ちゃんに渡して上がる。はい、水があったかいから最高。風が出てくると一気に流されるから気をつけて。おい、やるぞ、来い。魚がいっぱいいる。なんていう魚かわかんないけど。早く早く、浮くから、上を向いてみ。そうそうそう、上向きになった。やっほやっほやっほ。そうだ、一番いいわ。でも立ち泳ぎで気持ちいいです。やれ、当たり前じゃん、男だろ。ジャンプ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 、お前はジャンプマンだ。いくぞ、せーの、イエーイ。いくぞ。乗ってる？オッケー。サイズだ、いいよ。いやー、すごい気持ちよかった、サップタイム。そして見てください、朝一台もいなかったパーキング、もう激混みです。田沢湖湖畔道路ですね。
やばいね、この景色。駅のザ・秋田、田舎って感じ。はい、来ました。ここはね、秋田県の一体どこだか分かりません。寿司文ですね。寿司文という名のラーメン屋さん、行ってみましょう。てってれー、こんにちは。あら、涼しい。うわー、普通にお家すごい安い。まあ、確かに、ね、寿司屋さんだった形跡があります。なんとレーザーディスクのカラオケがあります。カセットテープも。このメニューやばいです。めっちゃ安い。それではカツ丼いただきたいと思います。オープンザカツ丼、美味しそうや。オープンザ親子丼、美味しそう。すごく美味しそう。可愛いが覗き込んでます。中華の方、はい、受け取ります。あ、一緒だったの。うん、ごめんね。大盛り、大盛りで。いただきます。いただきます。わ、みんな美味しそうですね。美味しそう。たるの、あ、そば、うん、食べないと思って。 ありがとう、いただきます。なんとこの店で11年前のヤンマがこち亀特集号を見つけてしまい、大感動の池さんでございます。なんとですね、こちら2011年ですね。今から12年前のヤングこち亀。すごい。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。とても美味しかったです。あ、そうです。ありがとうございます。千葉から来ました。あ、そうです。美味しいお昼ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい。うわお、美味しかったぜ。こういう店こそがザ・バンライフのメリット。すみさん、私はですね、はい、旅行した先々で新しくておしゃれなレストランで食べるよりも、うん、二度と出会うことがないかもしれない地元の定食屋さんとかさ、うん、ラーメン屋さんとか、うん、そういうところでご飯を食べることの方を重きを置くわけですよ。なんでかっていうと、僕たちが住んでるところにいれば、うん、おしゃれなお店で美味しいご飯なんてどこでも食えるわけよ、うん、八木酒って、ね、こっちで食うよりも自分たちの地元の方が圧倒的にそれはあるわけじゃん。で、こうやってさ、秋田県のさ、どこここ、もう、なん、仙北市。仙北市。仙北市。いや、もう、どこだかさっぱりわかんないけど、うん、もしかしたらもうこの道路すらね、二度と走らないかもしれないわけじゃない。通らないかもしれない。そうね。そんな、地方の地域の偶然出会ったお店で、ご飯を食べる。そしたら今のご夫婦、すごいいい感じの夫婦だったじゃない。あのおじさんとおばちゃんが作ってくれたあの料理を食べれるってことが、僕たちの旅の大事な大事な醍醐味だと思ってください。私はですね、父ちゃんがそういう店が大好きだということを知ってチョイスしております。さすがでございます。まあ、そういうわけで、こう天然パーマの旅っていうのはね、そういうのも含みで、こういろんな思い出を紡いでいくと。思い出っていうのはね、振り返るもんじゃないんだよ、作り続けていくもんなんだよ。はい、おしまい、はい、ドンパン祭りって何？ドンパン祭りって何？見てみたいよ、ドンパン祭り。でも我々は先に進まねばならん。また来るよ、ドンパン祭り。来るかな。なんでドンパンなんだろうね。あられ温度ですよ。どんどんパンパンどんパンパン、あられ温度でんちゃちゃちゃ。さて、産直市場シュシュエットマルシェ来ました。秋田県のおしゃれな産直市場ですね。なんか今日の夜の食材美味しそうなの見つかるといいな。うわー、これはやばい。間違いなく産直だ。いやー、すごい安い。ほら、スイーツも美味しそう。安い。すごいよ、ここめっちゃ安い。アスパラホイル焼きは、あら素敵。ミニトマトいる？いいね。見てこれ、
130円だよ。そう、ナスは？ナスもでしょ。珍しく買い物がワクワクします。さあ来ました。冬に通ったこの道覚えてますか皆さん。この道は真っ白な雪道でした。ゲトースキー場に行く道です。激しく険しい山道を行く我がファミリーたちを、しかもトレーラー引っ張っている。うわー、霧いっぱい、霧たんぽ。到着しました。アルブパクコマクサ、めっちゃとんでもない山を来ました。そして今日の場所はこちら。やばいでしょうこれ。アルブパークの受付はこちらです。行ってみましょう。よいしょ。なかなか味のある。はい、うわー、すごい雨が降ってきた。ちょっと今出ない方がいいぐらいの降り分離だよ。すごいね、急に降ってきた。あ、でも来る途中じゃなくてよかったね。俺たちは露天風呂行くぞ。まっすぐどうぞ。露天風呂へゴー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 、頭上注意。うわー、なんという作りでしょう。あまりに粗末な作りのところが、お風呂はすごくいい雰囲気、いいですね。あ、男湯こっちかと思ったら、かなり安っぽいドアですね。貸し切りじゃないでしょうか。やったぜ。おー、やりました。露天風呂は貸し切りです。いいですね。森林浴ですねこれ。体とか洗えないですね。洗わなくていいでしょ。そこは汗だけしっかり流そう。分かった。何はともあれ今日もお疲れちゃん。俺一人乾杯。たまらんね。これなんだかわかりますか？オーニング出してますよ。どうしてかっていうと、どっしゃぶりの雨だからですね。どっしゃぶりの雨ですけど、外で焼きます。当たり前です。というわけで、今夜もドラゴンアイ、スノーですね。ペールエール、クラフトビールいただきたいと思います。乾杯！今夜は9日間のトリップの最後の夜になります。無事故無違反無怪我、喧嘩はありましたけども、でもなんとか最終夜までね、本当に何もなく、迎えられてよかったです。お疲れちゃん。俺うまい。あ、すげえうめえ。まずはピーマンからね、いきましょうか。いつも通り丸焼きですね。もうね、野菜を丸焼きにしろっていうのは、バーベキュー研究家のね、岩井先生から私、TikTok で教わってますんでね、完璧ではないでしょうか。ナスとピーマン焼けました。ピーマン食べられちゃった。ウインナーとこれなんですか、ホイル焼きは。これは、アスパラと玉ねぎと椎茸とベーコンの、ホイル焼き。楽しみ。地元のポークを食らう。さあ今夜のお酒第2弾はこちら、秋田限定秋田サワー塩レモン。これ秋田でしか売ってないからね。行ってみましょう。母ちゃんが
バラ焼き丼を作ってくれました。いやいいね、最高だね。いいね、雨の中虫が来ない、うん、雨嫌いじゃない。これが自慢の豚、うん、すげーうめえこれ、うん、十和田のねバラ焼きのタレで食べます。もう東北三昧。これこの肉は言った？言ってない。これ言った秋田の。そう、大曲のご当地豚だね、うん。豚バラ。ここの豚です。すっごい美味しそう。よし。てかめちゃめちゃ美味しい。絶対うまいに決まってる。うーん。いただきます。やっぱりチキン食べるよね。宴終わり、一人ぼっちになってしまいました。雨も激しくなってきたので中に避難しますかね。最後の夜も外で焼く、これが天然パーマの流儀だ。妻、はい、雨がやばい。やばい。退散します。片付けします。でも家、どこだっけ。ご飯食べてお風呂入って一段落。妻、はい、どっしゃぶりやないかい。でもなんか涼しくていいね。そうだね、うん。最後のバンライフです。小鳥さん、この旅最後のバンライフです。はい、いかがでしたか、この旅は。まだまあ明日もありますけどね。9泊10日です、今回の旅。ちょっと今回はあれですね、自然災害が多いですね。自然災害、雨たらね、台風やるなんて。ああそうですね、確かにね。はい、葵さん、あなたにとって今年のこの夏の旅いかがでしたか。サップ楽しかった。サップ今日ですね。サップ楽しかった。こう青森に住んでみたりとかしてみましたけど、どうでしたか。美術館すごかった。おい、俺もそう思うよ。葵、美術館ね。そうだね。そう、以前だったね。さて、私たちのバンライフももう7年目ですよ。日本中いろんなとこ行きましたね、みんな。そして、たくさんの夏休み作ってきましたけど、まあ、あと明日一日ありますんで、最後楽しんでいきますよ。あーい、ウィーイ。カメラ向かなー。これが成長です。こうやって我が家2023年の夏休みも旅を続けてます。引き続き楽しんでいきましょう。妻、私たちはこの土砂降りの雨の中、また温泉に入ろうと思います。それぐらいいいお風呂なんですよね。多分日本でも有数のお湯なんですよね、ここね。実は。というわけでね、何回入ってもいいって言われたんで、もう一回入ってみたいと思います。おはようございます。雨ひどかったね。ずーっと土砂降りの雨でした。さあ、妻が起きてきました。一個ね、紹介します。こちらがね、まあ、トイレとして使える建物なんですが、下等ブナの森ミュージアムってなってて、ここでいろんなね、この下等の森のね、特にブナの木に関する情報がね、いろいろと展示されています。ここがですね、ブナの森ミュージアムですね。ミュージアムですかね。じゃーん。なんとですね、もともと大浴場だったところを、これ湯船でしたね、間違いなく、改良してですね、ブナのことをね、たくさん勉強できる、そんなコーナーになっております。ブナの一生なんつってね。だいたいね、ブナって200歳から300歳ぐらいで、ね、倒木してしまうそうですね。やっぱりね、寿命はあるみたい。こうやってブナに関するたくさんの情報がここには掲示されています。素敵です、本当に。日帰り温泉施設だったみたいですね、ここは。ブナの森ミュージアムでした。よし、全員起きてるか。おーし。まあ、このトレーラーで9日間も暮らすと、そこそこ散らかりますね。誰がひどいって、俺のバッグが一番ひどい。よいしょ。はい、葵さん。出発の準備はできましたね、葵さん。隠れても無駄だ。よし。
出発だ。あ、車がね、すれ違うことがない、早朝のうちに出ないと怖いので7時半出ましょうか。それじゃあ今から下山しますけど、4時間かけて仙台へ向かいます。誰が運転すんじゃい、おわしいじゃ。 OK 行こうか。じゃあ出発だ。いい RV パークでしたね、妻ですね。また来たいですね、これね、温泉入りに。ジュースの差し入れいっぱいいただきました、ありがとうございます。あ、これはね、下東高原の RV パーク出るときに声をかけていただきました。しかもすごいご当地ドリンク全部、ありがとうございます。岩手のリンゴジュースとか、あ、しずくいすのトマトリンゴだって、すごい。サルナシドリンク、これ初めてかも。あと龍泉堂コーヒー、あ、すごい、なんかうちらと子供のことを考えていろいろ買ってくれた感じがする。わー嬉しい、よくしてくださってる。そう、ありがとうございました。ありがとうございます。すごく嬉しい。あんなさ、秘湯の山奥のさ、うん、温泉でさ、まさか声かけてもらえるなんて思わなかったので。ねー、美味しくいただきます。マジかけねえぞ、妻。お前もな。よし、妻、はい、そしてキッズ、ついにここから帰り道になります。最後、家まで安全運転で行きましょうか。はい、最終日スタートです。ヒビヒビーゴーゴー。スミさん、はい、私のトレーラートリップ史上一番難関な山道でしょこれ。そうだね、うん、めっちゃ怖い。難関な山道、夏編冬編ともに全部岩手。岩手は厳しい。乗せてください。あー、置いてかれた、山の中。下東高原スキー場やってまいりました。わー、見て、こんなスキー場だ。これホテル？あれホテル？思い出のゲレンデ行ってみましょう。僕たちの大好きな下東高原スキー場。わあ、すげえ。思いっきりゲレンデの中がキャンプ場になってる。わあ、涼しくて気持ちいい。ゴンドラ乗り場。意外だったね。こんな感じのキャンプ場だとは思わなかった。思いっきりコース内に泊まれるキャンプ場。よし、ドライブを続けよう。この旅最安172円。もうね、この旅で一番ストレスだったのはガソリン代。一番高いところでレギュラーが1リッター198円ね。まだね、ちゃんと計算してないです、ガソリン代。一体この旅いくらかかったんだろう。今は考えるのやめよう。止まらない、止まらない、止まらない。74444。うお、かっこいい。あ、心臓に良くないね、ガソリン代。さあ、平泉ですね。右に曲がると中尊寺ですが、パスしたいと思います。向かう先は松島。いや、ほい。なんとキャンピングトレーラーを発見しました。しかもなんとクナウススポルト6、私たちと全く同じです。全くうちと同じキャンピングトレーラーの隣に止めたいと思います。わざわざ隣に止めます。全く同じキャンピングトレーラーを発見しました。まさに去年私たちのキャンピングトレーラーはこのカラーだったんですね。これがですね、今このようなカラーになったんですね。
まさかこんな平泉で全く同じキャンピングトレーラーに出会うとは。あ、もう完全同じ、全部一緒だわ。そんなわけで記念撮影を勝手にさせていただいております。友達になりまして、インスタを交換しましたんでね。今ね、もうすっかり動画を撮り忘れてたけど、ずいぶんおしゃべりしちゃったね。今のトレーラーのオーナーさんと、はい、トレーラー談義でね。はい、またもやコンビニになりました。駐車場入れない問題ですね。で、結局今日もまたコンビニ弁当になりました。これもトレーラートリップあるあるだね、うん、もうちょっとね、社会はトレーラーに対して優しくならないといけない。そうじゃないと土地のものを食べれない。しょうがない、いただきます。さあ、今回は仙台進行はパスしました。やっぱり台風のうねりとね、それから今日風強いんですね。クローズという情報を事前に見たので、去年と同じ福島南相馬とかね、あっちを通って下道でできる限り千葉を目指したいと思います。やっぱり運転手は俺だけどね。ね、さあ仙台空港すぐ横まで来ました。めっちゃでかいイベントやってる、これ。ふるさと夏祭り、わお、お祭りだ。サーフィン追悼駐車場、ここか。で、サーフポイントはあそこから行けばいいのか。あ、みんなほらあそこで準備してんじゃん。イエーイ、サーフポイント来ました。あ、サーフィン、サーファーが歩いてる。ちょっと風がね、どうしよう、思い出に入ろうかな。せっかく来たしな。今日はね、これ渡り花火大会だそうです。これからどんどん混んでくるから行きましょうか。荒浜でしたね。荒れてたし、あんま波も良くはなかったんだけどさ、すごいね、いっぱい出店とかも出ててめっちゃ楽しそうなんだけど、残念だけど私たちは先を急ぎましょう。震災以降、中浜小学校、去年は、こちらのね、小学校を見学させてもらいました。ありがとうございました。今年は敬礼のみで出演させていただきたいと思います。全員敬礼、敬礼。あ、本当だ、すごいたくさん来てる。福島県に入りました。今さあ、一年ぶりにやってきました浜の駅、松川浦。おはようございます。浜の駅、松川浦。なんか去年いっぱい買ったよね、ここで。
中浦やってまいりました。できたんじゃないこれ。あー久しぶりだね。もう12、13年ぶり、もっと、すごく久しぶりです。ここも一応サーフポイントだったよね。また戻ってきましたね。福島県の北泉ですよ。私の思い出のビーチです。火力発電所がいつもサメに入ってくるからすごく印象的なポイントなんだよね。いやーここがね一応僕の人生で一番でかいダブルオーバーの波に乗ったっていう伝説のビーチです。グーフィーたった一本だけ。今同じ波行けるかって言われたら無理かな。ここはね昔すごくね広いキャンプ場でした。でも津波で流されて今はねキャンプ場もないよ。で今はね公園になりました。こんな感じですね。ここの緑の部分が全部ねキャンプ場だったんだよね。さあ今回のトリップ最後までご視聴いただきありがとうございました。無事、無事故無違反無怪我、家族元気に旅を終わらすことができました。私たちはこれからも旅を続けていきます。そんな天然パーマの YouTube をこれからもよろしくお願いします。てて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 てん。Dude, that father is 10 men permed!